熊谷一夫は、日本の政治家。大和町鶴荘、農業協同組合代表理事組合長、宮城県農業協同組合長会会長、衆議院議員、環境大臣政務官、農林水産大臣政務官などを歴任。宮城県黒川郡大和町出身。大和町鶴荘農業協同組合の組合長を、務めるとともに、 宮城県農業協同組合長会の会長を兼任した。また、宮城県農業協同組合政治連盟の会長や、全国農業者農政運動組織協議会の副会長なども務めた。その後、衆議院議員を2期務め、第2次森改造内閣で環境大臣政務官に就任し、第1次小泉第1次改造内閣では、 農林水産大臣政務官に就任した。1928年に生まれ、宮城県にて育った。成果は農家である。幼い頃に母を亡くし、以来、三兄弟の長男として、一家を支えた。宮城県黒川農学校にて農学を習得し、卒業後は農業に従事した。また、青年団や農業共同組合の青年部の、結成に携わるなど、 地元での社会活動にも積極的に取り組んだ。1965年から1970年にかけては山都町公民館の館長を務めている。その際、最寄りの公民館が遠すぎて利用できない地域の住民のために移動公民館を考案し、後にこの取り組みが評価され、文部大臣賞を受賞している。1960年、30代にして、 山都町鶴草農業協同組合の理事に就任した。1990年には山都町鶴草農業協同組合の組合長に就任し、以来、1996年まで組合長として同組合の舵取りを担った。また、1995年には宮城県農業協同組合長会の会長に就くと、ともに、 宮城県農業共同組合政治連盟の会長も兼任することとなった。こちらの役職も、双方とも1996年まで務めた。また、1995年には、宮城県農業共同組合政治連盟の上位団体にあたる、全国農業者農政運動組織協議会にて副会長に就任している。 1998年まで副会長を務め、それ以降は全国農業者農政運動組織協議会の常任顧問として活動している。森政権1996年第41回衆議院議員総選挙では、比例党北ブロックから自由民主党公認で立候補し、初当選を果たした。2000年には第42回衆議院議員総選挙で、 再び比例東北ブロックから立候補し、二度目の当選を果たした。翌年、中央省庁再編に伴い、第二次森改造内閣が成立し、熊谷は新設された役職である環境大臣政務官に就任した。アメリカ合衆国の大統領であるジョージ・ W ・ブッシュが京都議定書への不支持を表明した際には、外務副大臣の荒木清弘 経済産業大臣政務官の西川大一郎と共に政府代表団を結成した。この政府代表団は同国を訪問し、ブッシュ政権に対して京都議定書の受け入れを働きかけた。小泉政権2002年、第一次小泉第一次改造内閣で農林水産大臣政務官に就任した。就任に際して、熊谷は私は百姓である。 農業が抱えている現場の問題を政府に提示し、解決を目指して実行するのが、私の責務であると述べ、自身の心情を表明しつつ、その私が政府側に入って何をどうする、という心境であると率直に語った。その上で、熊谷は、百姓人生の集大成として、現場の望みに応える農政を政府の中から実行するとの決意を語った。 2003年の第43回衆議院議員総選挙には立候補せず政界から引退した農業共同組合の出身であることから農政に明るい第一次産業の振興に全力を傾注してきました党の検討部会は解禁ですと語るなど農業を含む第一次産業の発展に力を注いだまた自由民主党の政務調査会では 農林部会の副部会長や部会長代理を務めたが、その他にも環境部会の副部会長や国防部会の副部会長も務めており、環境や安全保障といった分野にも取り組んだ。自身の心情として、百術不助一世、人生哲学として誠実一郎を挙げている。また、趣味や特技としては、ハーモニカの演奏や自然書掘りなどを挙げており、 特に自然書の収穫については、自然書法りは、名人儀と語っている。妻とは幼馴染であり、他人にはこの生き様が、堅物に映る。そんな私でも、人を恋する心は持ち合わせている。妻とは、生まれた時から地続きで、幼馴染を超えた恋心を抱いていたようだ。そんな思い出が、山ほどあると語っている。ありがとうございます。